んにちは。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、今日はハイテク AC アカデミーのスタッフが一緒にトレーニングをしてくれます。一緒にトレーニングしてくれるスタッフを紹介します。まずはこちら。マサユキです。そしてもう一人はこちら。ODJ です。はい、ということでね、トレーニングをしていきますが、回数は自分に合わせて、できる方はたくさん、きつい方はちょっとでいいのでチャレンジしてみてください。それでは早速始めます。レッツゴー。あれ、ゴー。はい、まずは内もものトレーニングからしていきます。内ももと一緒にお腹も鍛えていきます。寝転がっていきましょう。肘をつきます。で、足を床からスレスレのところに伸ばしていきます。かかとが押し込んでフレックスの状態で行います。まずは足をクロス、しっかりと付け根からギュッギュッと内ももを使うようにグッグッ締めて行ってください。床スレスレのところで8カウント、8回クロスしたら8回上まで上げていきます。で、上で8回、最後は8回使ってゆっくりと下ろしていく。内ももと一緒にお腹も使っていきたいと思います。ではチャレンジしてみましょう。セットだけいきます。はい、足を上げます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、上げます。1、2、3、4、5、6、7、そのまま1、2、3、4、5、6、7、下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、もう一つだけチャレンジしていきます。今足かかとを押し出したフレックスという足の形で行ったんですが、次はポイント、つま先をピンと伸ばした状態で同じことをやっていきましょう。注意してほしいのは内股にならないように、しっかりとお尻をキュッと締めるイメージで行ってください。ではポイントの状態で行っていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7。はい、上げます。2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。下ろす。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、お疲れ様でした。では上半身をやっていこうと思います。やる種目はプッシュアップ、腕立て伏せですね。はい、姿勢としましては床に手つきまして、肩の真下に手を置いてください。肩の真下に手ですね。で、お尻浮かせるんですが、この時頭からかかとまではまっすぐにしてください。お尻が上がりすぎたり下がりすぎたりしないこと、ピッとまっすぐにした状態を作りましょう。はい、で、このまま肘を曲げて下がっていくんですが、できれば胸が床につくぐらいまで下げたいです。これを下げて押したい。で、この姿勢きつい方、膝ついても OK です。膝つき、はい、膝つくんですが、その時も頭から膝まではまっすぐにしましょう。お尻がくの字にならないようにですね、このままやってあげる。で、これを下ろすのを2カウント、上げるのを1カウント。なので、1、2で下ろして、1で上がる。私で10回。すごい。はい、私のカウントで続いていきますので。では行きまーす。はい。1、2、1。はい。2、2、1。はい。3、2、1。はい。4、2、1。はい。5、2、1。はい。6、2、1。はい。7、2、1。はい。8、2、1。はい。9、2、1。ラスト10、2、1。OK です。熱い。
いける方はこれを燃やしてやってください。はい。では続いて違う種目、肩を使っていこうと思います。姿勢はプッシュアップと一緒です。で、次手の幅をちょっと気にしてほしいんですが、前習いと同じ幅ぐらいですね。自分の肩幅と同じで、肩の回しとき手軽のは一緒、あとは体もまっすぐなのは一緒。ここから右手からぐるっと回してぐるっと回してで、回してる最中に体が開いたりしないように、できればまっすぐのまま回したい、回したいをやりましょう。できる限り、まあ、水泳のクロールみたいな形ですね。出ましたけど、これを左右10回ずつ、なので20回いきましょう。はい、よ、これも一緒ですね。きつい方膝ついても OK です。いける方も膝伸ばしましょう。で、右手から回しますね。いきます、せーの、1、反対に、はい、3、4、5、6、7、8、9、はい、あと10回、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、OK、さっくり、はい、上半身以上。それじゃあ下半身やっていくよはい、じゃあまず自分の肩に手が当たるように胸の前で手をクロスしてください。そしてこのまま自分の肩幅か腰幅ぐらいまで足をしっかり開きます。で、この時につま先は必ずまっすぐ前を向いて行ってください。スクワットします。このままお尻が地面に近づくようにぐーっとしゃがみ込んで立ち上がります。いいですか？いいですか？はい。それでは10回やります。ただ言わせてました、太ももが地面と同じぐらいまっすぐになるとすごくいいですね。ちょっと今バラつくしちゃった。はい、伸ばしていい見本がいるので見てやってください。伸ばして、はい、では10回やりましょう。いきまーす。1、下げる。はい、上げましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。 もしこれで簡単な人は手を前に出してスクワットをしてみたり、手を耳と同じ高さまで上げてスクワットしたりやってみてください。回数は10回から15回がベストです。続いてランジ前に踏み出して戻ってくる、前に踏み出して戻ってくるっていうのをやります。で、この時の注意点は、前に行ったからって前に戻ってしまうとあまり意味がないので、スタートしたところから前に出てスタートしたところに戻ってきてください。いいですか？そして足は大きく使おう。グッ、この先も大きく、前に大きく出して、もう先も大きく。はい、ではどうしようかな。さっき上半身いっぱい頑張ってたから下半身も頑張りましょう。左右10回ずつなので20回やります。いいですか？いきましょう。セット。あ、この時の手は頭の後ろだったり胸の前だったりでいいです。楽な腕のポジションでやってください。もし家に重たいものとかペットボトルがある人はそれを持ってやっても大丈夫です。じゃあ今は例なので胸をクロスしてやりましょう。それは
ハード。はい、では20回いきます。せーの、1戻る、2戻る、3戻る、4戻る、5戻る、ん？何回だ？6はい戻る、はい、7戻る、8戻る、9戻る、はい、10残り10回が戻る、11戻る、12戻る、はい、13戻る、14戻る、15戻る、そして16戻る、17あと3回、3戻る、2戻る、1戻る、終わりです。チェンジ。